はいまずスタートですね、スタートは6番の菅田選手が取りに行きました、そして続きながら渡辺幸典選手ですね、6番、4番が先頭です、そしてその後ろには2番の古生選手がいますよね、古生選手のラインは2番、5番、8番ですね、古生選手に田川選手、山田久徳選手です、これ古生選手のラインが前から2番目ですね、そして注目の犬伏選手が前から3番目のラインとなります。 9番3番です。山田洋平選手とのラインですねえ。そして最高峰にはえ1番7番、山口健也選手に浅井康太選手え、この中部勢がえ最高峰のラインとなります。え、前を取ったえ6番のえ姿選手え4着1着4着という形なんですけども。もえ2日目はね。1着を取っていますね。中野真司選手の先行をマークして差し切っています。 そしてその後ろにいる渡辺幸徳選手は今回さえ1着、2着、2着で好走してますよね、そしてその後ろの古匠選手は4着、2着、昨日が落車だったので、き、まあ、今日がど,どういう走りなのかなと思ったんですけども、非常に立派な走りをしてくれましたよね、さすがだなと思いますね、そしてその後ろには稲川選手、立て足のある選手ですね。 山田久則選手もその後ろのライン3番手をしっかりと固めていますその後ろには注目の犬淵選手ですね犬淵選手は6着1着1着という形で連日まくって11秒611秒1といいレースをしてますねしっかりと後続をちぎるレースをしてますから圧倒的な強さで勝ち進んでますよねそして最後方にいる山口健也選手なんですけども え昨日落車がありました、え今日は体の調子が少しどうなのかなというところが心配だったんですけれども、き今日のレースは山口選手が少し車間を空けて自ら足を使いすぎたのかなというところですよね、このまま本来であれば一回前に行って、切って待てばよかったのかなとも思うんですけども、ここで犬口選手をけん制する形になりましたので、犬口選手が車体を引く際に、山口選手も車間を開けてしまいましたので、ここで踏みに行ったところで少し足を使って 浅井選手がここは内側に行ったんですけども、ちょっと外体戦を、えー、外してませんでしたので、ちょっとここは厳しいのかなというところなんですけども、犬伏選手が山口健也選手を叩きに行って、えー、ここは先頭に出ましたね、えー、山田洋平選手もしっかりとマークしています、古生選手が山口健也選手をかわして、えー、その9番、3番を追いかける形になりましたね、えー、昨日落車をしても、これだけのパフォーマンスを出せる古生、えー、選手はさすが王者だなというところですよね。 えー、そして、えー、ゴール前なんですけども、犬渕選手、えー、変わらず、ですね、えー、そして山田洋平選手に小生選手、えー、この状態で、えー、ゴール決着いたしました、第9レースでした。